おはようございます。1月11日の木曜日、溝口駅長の朝ライブです。今日は、えっ、ー、と、日なんで、辰の字がつく駅名というお話をしたいと思います。皆様、何か <laughs> お気づきの駅名あればコメントしておいてください。よろしくお願いします。今朝の朝が少し曇ってますかね。昨日がちょっと、えー、曇り空でしたので、まだ引きずってるようですが。 昼間は晴れてきそうです。といっても寒いですね。えー、まあやっぱりね、冬ということで、えー、だんだんと底冷えが <laughs> してきております。はい、えー、お風邪など召されてないでしょうか。森さんどうもおはようございます。はい、他の方いかがでしょうか。お目覚めでしたらコメントつけておいてくださいね。じゃあもう早速始めていきましょう。 鉄道趣味でで人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです今年は、えー、2024年令和6年のえとは「辰年」ということで「辰、えーまあ、という字が付く駅名どんなのがあるのかなっていうのを、えー、調べてみましたでねこちらですね「辰、まあ、っていうのもですね、まあ、架空の生き物ですよね実際にない生き物ということで、まあ、描きようがないんですけれども まあ大体こんなね。まあな、なんでしょうかね。あの、蛇みたいなね、ね、えー、胴体の長い生き物でね、なんか空を飛んだりしたりしますね。まあそういうね、まあありえないんですけれども、まあタツノオトシゴっていうのは言いますけれども、実際のね、生き物でこういうのはいませんよね。まあなんでしょうね。まあ飛躍の象徴みたいな感じでしょうかね。 あるいはなんかち力のあるもの。そんなイメージかなと思うんですが。まあそういう意味で。まあまあいいんです。<laughs> あのとにかくね、飛躍の年につながるようなね。まあそういうイメージを持てたらいいなと思います。で、えー、まあ文字ですね。文字も立つっていう字もですね、いろんな字がありまして。江戸で書かれてるこれなんて言ってるんでしょうかね。まああの、手辺のない振るっていう字ですかね。 えー、そんな感じで、えー、書かれたり、あとはあの、えーまあ、ドラゴンですね。ドラゴンの意味の竜 <laughs>、えー、でね、書かれたりもします。で、まあ、えー、文字としては3種類ありますけれども、まずはこちらの字ですね。この辰の字がつく駅名、いくつあるでしょうかね。あの、一つはパッとをかぶんですけどね、えー。まあ、てっちゃんであればパッと浮かぶと思います。 が、実は2つ駅がございまして、一、えーまあ、つは中央本線のあの駅、でもう一つはね、東京メトロにあるそうです。私も知りませんでした。じゃじゃんと、えー。中央本線の辰野駅ですね。こちらの飯田線が分岐する駅ですね。かつての、まあ、中央線のね、えー、今はもう、あのー、 メインじゃなくって、サブのルートになっておりますけれども、そちらの方に立つのという駅がございます。あともう一つはですね、辰巳という駅が東京メトロ有楽町線にあるそうです。ね、あの、まあ、東京の方でもどうでしょうかね。ご存じないかもしれませんね。有楽町線を使ったことがある人は、ま、当然ご存知かと思いますけれども。だそうです。ま、タツってね、まあ、南東を指す えー、方角のね、えーまあ、別称といいますか、ですけれども、まあえー、江戸城から見て南東方向ということらしいです。というね、この2つの駅がございました。で、あとはこちらの竜ですね。えー、という字を使う駅名ですけど、これはたくさんございます。はい、いっぱいあります。えー、っと、まあ、ざっと調べてみるとこんだけありました。 じゃあ、ちゃんとえ。どんだけあんねんと。まあ、ちょっと漏れがあるかもしれませんけれども、えー、全部で14駅、じゃあ、15駅ですね。えー、ありました。まあ、日本全国にね、えー、まあ散らばっていろんなところにありまして、えー、まあちょっともう多いので、もうざっと読んでいきますけれども、竜、えー、田駅常磐線にあるそうです。龍ヶ崎関東鉄道の駅です。えー、で龍、龍舞。 が東武小泉線、竜王、ね、これかっこいいですね。<laughs> 竜王、なんかあの将棋のね、えー、なんかあのー、名人みたいなね、感じですけれども。えー、中央本線にあるそうです。えー、天竜二股、あこれは行ったことありますね。えー、天浜線、天竜浜名湖鉄道です。天竜川、えー、東海道本線の駅ですね。 あと、飯田線に2つありました。天竜橋、中部天竜。まあ、天竜川沿いの駅ということでね。まあ、天竜の名がついている駅が4つございました。あとは近畿ですね。近畿の方はまあすぐ思いついたんじゃないでしょうか。辰野駅と本辰野。辰野は山陽本線。本辰野は紀新線の駅です。あと、あの、大阪からまあ比較的近いところでいうと、竜田川というのがありますね。 近鉄駒線の駅ですで。中国四国は特になくって、えー、九州に残り4つあります肥前竜王というのが長崎本線で川柳賀崎松浦鉄道の駅です竜田口倉方肥本線で一番南は龍、えー、ミス、密方本線の駅ですねという形で結構あるものです ね、皆さん、えー、この中でいくつご存知だったでしょうかね。まあ、自分の、えー、身近といいますかね、地元の駅だと、まっ、あ、すぐ分かると思うんですけれども、とかね、行ったことがあるっていう駅、えー、ございましたでしょうか。最後は、この竜ですね。えー、ちょっとな、なんて説明したらいいか分からないですけど、難しい方の竜の字。<laughs> この字を使っている駅名は少ないです。さて、どこでしょうか。はあ、カッチッカッチッカッチッ。 ブブーっと、えー。これだけございます。まあ、4駅ですね。一、えー、つは常磐線の龍ケ崎という駅がございます。これ先ほどね、あの関東鉄道の方でもね、龍ケ崎という駅があるんですけれども、字が違います、ね。関東鉄道の方は、まあえー、シンプルな方の龍。で、常磐線の方は龍ケ崎は、えー あ字が違うな <laughs> あ、まあ。直すの忘れてた。<laughs> こちら難しい方の理由です。で、八、え、岸、ー、鉄道、竜王橋。で、小海線に、龍、えー、岡城というね、駅があるそうです。で、近畿、あこれはちょっとね、もう、あのー、駅名だけじゃなくて、お寺が有名ですけれどもね、えー、両安市、蘭電の北野線にございます。 ねえー、枯山水のお庭がね有名なところですね。ということで、えーまあ、こんだけ、ね、えとにちなんだ駅名というのがございました。結構あるもんですね。うんまあ、結構あるなとも思うし、まあ、意外とこんなもんかとも思ったりしますけれども、いかがだったでしょうか。 まあ,あ、毎年毎年こうやってね、土日にちなんだ駅名っていうのを調べていくのも面白いかなと思います。で、まあ、調べたからにはね、ぜひ、駅名表を取りに行きましょう。<laughs> ね、ええー、まあ、わざわざ降りなくてもいいですけれども、も、まあもしね、その沿線に乗ることがあれば、ね、車内から、ね、カメラ構えて駅名表だけ取ってみるっていうのも面白いんじゃないですかね。うん、まあ、時間があればね、まあ、こんなことでもなければお、あの、降りることないと思いますんで。 まあ特に何もなさそうな駅でもねあえて降りて駅の周りを見てみたりとか、ね、あの駅名だけじゃなくて、まあ、地名にちなんだねお寺とか神社とかあるかもしれません何か名物のお菓子とか食べ物とかあるかもしれませんそういうのを探して行ってみるっていうのもね、まあ、手軽な街歩きのネタとしては面白いかなと思って紹介しました。はい、ということで今日は「江戸にちなんだ駅名」。 こんなにあるよっていうのをね、調べてみたっていうのを紹介しました。では、ではコメント読んでいきましょう。あ、森さん、タッツノっ書いていただいてますね。ありがとうございます。今井さん、おはようございます。アバンバさんもいつもありがとうございます。シ松さん、おはようございます。中谷さんどうもおはようございます。小西さん、おはようございます。昨日の夜はライブご視聴ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ね、えー 阪急阪神のね、鉄道史跡ポイント獲得合戦旅という説明をね、昨日のようにしていただきました。えー、どれぐらいの方が見ていただいたでしょうか。あの、もしまだ見てなければ、録画見れますので、えー、乗り鉄道公開メンバーの方は、グループのページでチェックよろしくお願いします。長谷川さんどうもおはようございます。青森さん天竜川ありがとうございます。コさんおはようございます。 久山さん、おはようございます。えー、立つの、立つの、本立つのと。<laughs> そうですね。えー、まあ、字が違うというのでね、立つのも二つ、二つが聞るということですね。えー、山中さん、おはようございます。えー、昨夜は、ポイント獲得合戦旅ライブ見ることができませんでした。後で見ます。ぜひご覧ください。<laughs> ね、あの、今節丁寧にね、ね、えー、小西さんが説明してくれてますんで、えー、ご覧ください。 あこうさん、えーあ、よくご存知で、近鉄いこま線竜田川へ控えていただいております。岩毛さん、おはようございます。山崎、はいま、さんもどうもおはようございます。小西さん、えー、我が家の近くにもあります、近鉄いこま線竜田川です。そ、え、ば、ー、には百人一首で生まれた立田川、えー。神社は立田大社、えー。ちなみに私は竜年生まれで、年男を見せたいですな。はい、そうか、年男っていうのもありますね。 はい。まあそうですね、百人一首で読まれたというね、竜、えー、田川の地名がございます、えー。伊藤さん、おはようございます。あ、竜飛海底駅は2014年に廃止された駅ですねと。そうかそうか、竜飛海底駅ありましたね。私は結局、一度も行けずでした。小西さん、それとバス停は奈良交通の竜田大社前と竜田警察署前ですと。 あな,るほどなるほど、なるほど。バス停まで広げると相当ありそうですね。はい、えー、ありがとうございます。はい、えー、たくさんのコメントありがとうございます。<laughs> ねえー、ぜひね、まああ、今日出てきた駅名ご存知であれば、またね、えー、機会があれば行ってみてくださいね。はいということで、えー、今日は土日ランダー駅名のご紹介でした。 えー、明日はですね、まあ、ちょっと、えーまあ、今後、えー、金曜日はですね、あの特にテーマを設けずにフリートークの日にしようかなと思っております。やっぱりあの、えーえー、1週間、5日ともテーマ決めてやるのしんどいんで、明日はまあ雑談日にしようかと思っております。まあ、何を話すかは、えー、明日発表ということでよろしくお願いします。 ということで、えー、今日のライブはここまでにいたします。えー、皆様今日も良い一日を。さよなら。<laughs>